こんにちはスピリチュアルライフを提唱しているダイナビジョンの代表の穴口恵子です今日はこの動画をご視聴いただきありがとうございます 実はですね、えー、私がずっと、えーまあ、2020年は、えー、新宇宙フェスというね、まあ、今回はですね、毎月のように本当にお祭りができたらなと思っていて、えー、そのお祭りができない月は、私はあの無料の、えー、YouTube ライブであったりとか、インスタライブをして、お祭りのようなエネルギーをですね、皆さんと分かち合っているんですが、いよいよですね、8月においてもですね、えー、実は、えー、フェスが、 できることを本当に心から嬉しく思っていますその名は2020年瞑想フェスですねこの瞑想フェスこの瞑想をざんしていただきたいなと実は思っていますどうでしょう皆さんは瞑想は日常的に自分のライフスタイルに取り入れていますかそれともまあ、何かイベントとかに参加した時に瞑想しているでしょうか おそらく皆さんの中では瞑想という言葉は聞いたことがある方が多いと思います例えば今ではですね、まあ、この時代だいたい2010年あたりから少しずつ企業でも瞑想を取り入れていて、えー、本当に2015年私自身がですね、えー、実際にあの スピリチュアルな起業家を育成する協会を立ち上げた時などはいろんな調査をしていった時にはですねあのもうグーグル社とかアップル社というような本当にこの時代を先取りしていく企業が瞑想を実際に取り入れているんですねだいたいその目的というのはそのストレスマネジメントというストレスフリーになるための瞑想であったりそしてまた何か新しいアイディアとか新しい企画を 潜在意識から引き出していくような瞑想でそんな風に取り入れているわけですねもう今ではですね学校の教育でもですねあの本当に授業が始まる前に瞑想して、えー、リラックスしてその集中力を高めてその科目を勉強するというようなその学校にもですね取り入れ られているわけですねそういう意味ではもう瞑想というのはなんか、えー、悟りを開くためにとかの目的だけで瞑想が使われているわけではないんですね。えー、私自身が今回この2020年瞑想フェスを、えー、スタートしようかなと思ったのはですねその瞑想には本当に多種多様な方法があって私自身もあ,のあらゆる瞑想を体験してきました。えー TM 瞑想という瞑想であったりとか、えー、実際に、えー、音源瞑想であったりとか、えー、マントラを使う瞑想ですね信言を唱える瞑想であったりとか、えー、本当に、えー、沈黙座禅のような瞑想そして私自身がやっている、えー、ミステリースクールドルフィンスターテンプル、えー ミステリースクールというのがあるんですがそのレムリア時代から実際に伝承されている誘導瞑想とともにですねエネルギーワーワクが取りり込ままれた瞑想というものもありますそして今は瞑想コーチというね世界を広めているんですが瞑想を通して実際にクライアントが潜在意識の中に自分が入っていきその可能性を引き出していく。 とかでですね、そういった、えーえー、瞑想としてその後に実際にコーチングを使って具体的にどんな風に現実を、えー、未来を変えていくかそういったことをしている中ですね瞑想フェスではですねやっぱり私のやり方が絶対的なっていうことではなくてですね、あのー、今回はフェスなのでたくさんの瞑想の方法をできる限りご紹介していけたらいいなと思っています。 ですから今回瞑想に来た方はですね全体像、瞑想とはどんなものかというちょっと全体像を把握していただきで、まあ、自分にはどんな瞑想が本当に合うのかなということを体験していただけるためにですね3人から4人のそ,のそれぞれの分野でその瞑想という分野の中のいろんなその瞑想をやっている専門家の方々をお呼びして体験していただきたいと思います。このの時点でですね決まっているのはディパック・チョプラス 博士のですね、えー、瞑想法をやっている渡辺愛子さんですね日本で代表でなさっている渡辺愛子さんにも登壇いただきそしてチベット密教の瞑想をずっとですねなさっている、えー、ザ,ョザ・チョゼ・リンポチェをお呼びするということと、えー、そして、えー、私自身とそしてあと1人か2人ですね今ゲストがですね、えー 決まるプロセス中なんですね。えー、ですのであ、それとですね、瞑想コーチをしている、えー、福田恵子さんですね、私と一緒に、えー、瞑想コーチングをしている福田恵子さんにはですね、彼女自身もですね、本当にもう、あらゆる瞑想を体験して、今、瞑想コーチのインストラクターをされているんで、えー、そのあたりのですね、全体像などですね、福田恵子さんには話していただこうかなと思っています。でもちろん私も登壇してですね、えー、私はあのドルフィンスターテンプル ミステリースクールの、えー、瞑想法を使ってこうエネルギーワークをし潜在意識にをクリアにしていくそしてまた未来をどうしていくかというようなそういう瞑想をね皆さんに提供しようかなと思うんですね本当にこの、えー、時代ですねどうでしょう瞑想を通して自分の潜在意識にアクセスしそしてまた自分自身が常にどんな社会的な現象が起きてとしてもまあ コロナがこれで第2波、第3波が来たとしても、そしてまた、えー、この国の経済状況がどうなったとしても、そしてまた個人的なですね、人間関係、家族関係、そして仕事との関係がどうであれ、あなた自身が自分で潜在意識にアクセスし、安定して安心し、ストレスフリーになって、自分自身の道を、えー、自分が決めていく、そしてその可能性を見ていくようなことが、瞑想を通してできたらどうでしょうか。 まあ、やはりこの時代はですね、えー、自分軸を持ってあなたが、えー、実際にどうしていくかでどうしていきたいかそしてこれからの未来の自分自身の人生のビジョンを明らかに、えー、していくことを通して、えー、あなたがですねより、えー、この時代 あなたらしく自由に、そしてまたどんな時代でも豊かな人はいるんですね。100年に1回の70年に1回の歴史を見ていってもですねその歴史上で本当に大恐慌が来てもですね信じられないそ,の、ね、そういった感染,感染病が流行った時代にもですね人類は滅んでいなくて。 そしてそんな中でもですね自分の人生を恩賀してそしてまた豊かに幸せな人生を送ることに希望を持っていく人々がいたから今があるわけです。だから私たたちはまままあ、まあ まあ歴史が大きく変化する真、ま、っただ中にいる中ですね本当にいろんなことを通して自分軸を持ち自分の心の平安そしてまた自分自身の可能性を見出し自分の人生の希望をそしてまた周りの希望を持つ人が増えたらいいなと思っているんですね。この時代だからこそ瞑想があなたの日常の生活の一部となっていくことを望んでいます。 なので2020年8月18日瞑想フェスにぜひご参加くださいそして1日を通してご自身がどんな瞑想を体験するとどんな状態になってですねどんな可能性が開かれていくかということを体験していただきたいと思います多くの方のご参加をお待ちしていますそれではまたご視聴いただきありがとうございました